目線がすっごい見やすいです。やばい、これ寝れる、本当に後ろがデート行きたい。はい、車の話、坂戸店のコーナーということで、はい、ひろきさん、まあ、たくさんのね車はヘッドではやってるわけなんですけれども、見てください、やっぱり我々スポーツカーね大好きじゃないですか。まあもちろん、はい、今なんとデモ車の GR86 じゃないですか。はい、かっこいい。まあいいですよね、今一番あのチューニングしてるお客さんも多いですし、はい、一番ホットな車なんじゃないかなと。足も、はい、排気系から何から何まで、そしてね土屋さんにもひろきさんにもよく乗っていただいてる。そうですね、 A86 好きっすよ、この86かっこいい、はい、一押し、一押し、実は我々の一押しこちらです。じゃん、見てください、かっこいいっすね、はい、このカンガルーバーじゃないですけどアニマルバーがついて、そうです、サファリしようかなみたいな、はい、こちらね三菱のデリカ D5 です、はい、はいはいはい、でまあね四駆で走破性バッチリで、バッチリ、はい、そして今回ですねこちらのお車オートフラックスさん、お以前もね動画でご紹介させていただいておりますけれども、ね、当店ねあの非常に取り付けもご好評ということで、はいはいはい、我々取り付け代理店もやらせていただいております、はい、ということで、まあ、これからはねデリカもさらに力を入れてやっていこうということで、杉村社長見てますか、先日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、こちらねもともとオートフラックスさんのお客様が乗られていた車ということで、はい、ご縁があってついにアヘッドにもやってきました。これいいですよね、はい、だから新旧のデリカでオートフラックス仕様で2台ドーンって置いてある関東のお店、うちしかないんじゃないですか。確かに、はい、ぜひあの D5、まあ、自分も一時期めちゃくちゃ調べてて、うん、高いんですよディーゼル、すごい、ね、やっぱりこっちはねガソリンの仕様なんですよ実は。あ、そうなんですか、こっちがじゃあ普通のガソリンで、はい、こっちはディーゼル、はい、おお。あ、でもちょっとあれなんですね、デザインも違うんですねここも、うん、そうなんです、だからそのまあ CV1W と CV、まあ、こっち 5W かガソリンが違うんですけど、はいはいはい、あ、それでねビッグマイナーチェンジごと前で、まあ、結構ねパーツも違ったりとか、はい、すごいですね、違いますもんね。はあ、でもなんか全然いいですよね、なんか全部一式まとめてこれでバチって決まってる感じが、何もしなくてもかっこいいって感じ。江崎さん的にどうですかここは。いや、もう全く未開拓です、これは。もうデリカは本当にお仕事試乗ぐらいしかなくて、あの外とか乗ったことないです。はいはいはい、助手席しかないです、まあ、せっかくなんでもしあれだったらぐるっと周り見てもらって実際座ってもらったりしながらちょっと見ていこうかなというふうに思いますけど、もちろんね 2.4 リッターのガソリンで、そうです、はい、ガソリンは 2.4 リッターなんですね、はい、ガソリンは 2.4 リッターですね、ディーゼルだと 2.0、2.2 だったかな、 2.2 から 2.3 の間ですけれども、はい、またいいですね、ホイールとタイヤがこうバッチリ決まってて、はい、これはね実はね左右でね色違うんですよ。あ、そんなおしゃれなことやってるんですか。はい、なんで1台で2度おいしいと、なるほど、はい、いう仕様になってます。ちょっと江崎さんせっかくなんであの運転席座ってみてください。いやー、なかなかこういうあれそもそも普段車高が低い車にしか乗らないんで、はい、存じ上げております。まずこう上げる動作がなかなかない。あー、なるほど、下がる動作はあるんですよね。下がる動作はあ、目線がすっごい見やすいです、はい、この方の初期型なんですけど、この方ねクルコンついてるんですよ。クルコントロール、はい、もちろん年式は年式なので追従はついてないんですけど、あ、はいはいはい、はい、でも十分ですよね。何年式なんですか。2007年です。もうそんなに古いんですか、はい、あんまり私の車と変わらない。だから年式の古さを正直全然感じなかったです。私言うてもそんな10年ぐらいなの、変わり変化が、うん、それぐらいかと思ってたんですけど、はい、後ろも広いですねこれね。後ろもね広いですし、まあ、もちろんね3列なので。これ何人乗れるんですか。8人です。8人、これがあれですね、すごい、友達とか家族と、はい、キャンプとかあれですよ、ね、ああいいですね、こうさりげないところのこう気遣いが嬉しいですよね。どこですか。子供とかこういう取っ手の部分、こっち下にもあるんですよ、ここに、はい、これちっちゃい子とか結構乗せる子多そうですもんね。そう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 、リア周りもラダーがついていて、はいはい、まあ、この車に関してはあとマフラーも変わってるので結構いい音。あ、本当だ、へえ。このまま上げると、はい、ジャンと広い、寝放題ですね。ここは寝れますね。あとリア2列目も前倒したら多分1人分こうまっすぐできますよね。そうですね、はい、だから結構そのキャンプ行った時もここで寝たりとかもできるので、はい、まあ、あとはねこういうバーとかもあると物を引っ掛けたりとかいろいろできますよね。いや、これは後付けです。後付けで、はい、普段スポーツカーしか乗らないからこういうパーツもあるんですね、はい、
あ、シガーソケットもあるんですね。そんなとこにあるんですか。はい、そうなんです。あとはこれ純正のロックフォード の、 あの音響のスピーカーとか入ってるんで、はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあ音もめちゃくちゃいいんですか。あ、本当そうです、まあ、ナビこそねちょっと、まあ、まあ古くても古いんで、まあ、新しいものに入れ替えてもらえればサウンドも楽しめますよと。まあ、音楽大事ですからね、はい、あ、自動なんですかこれ、はい、パワーバックドアです。お、2007年、すごい。もう手動でしか閉めたことがないからかいいですね。スバルにはついてない機能ですからね。おー、すごい。あと、ヒロキさん、ラダーがあるんで、上登れます。これって乗っていいんですか。乗っていいんです。乗っていいラダー、はい、取るんですか、これ。そうです、そうです。へー。こっちがね、新型になるんですけれども、2019年にビッグマイナーチェンジということで、フロントマスクからね、大きく変わったこちらのデリカ D5、まあ、現行モデルでもありますけれども、はい、こちらも同じようにオートフラックスさんのパーツが全部ついているということで、フロント、ルーフ、サイドタープもついてますし、あとは後ろですね。はい、サイドタープつくといいですよね。あのキャンプ行った時にテントわざわざ持ってこなくても、この車が実際テントと同じ役割するので、はい、そうなんですよ。車にできるんですよね。そうなんです。あとはこちらはね、あのヘッドのまあデモカーでもあるということでね、まあ、以前ひろきさんでもね、あの土屋さんと一緒に試乗していただいてますけれども、ね、はい、なんならこれ雪の中でも走ってますからね。我々ね、群祭に行ってね、あ、そうそうそう、爆走しましたけれども、あれですか。普通、いや普通にドリフトもできるし、これですか。いや、すごいっすよ、これポテンシャル。なんか重たさを感じないというか、ディーゼルエンジンなんですけど、すごい軽快でこうしっかり運転できたので、まあ、バランスもいいですし、やっぱさすがそこら辺は三菱だなっていうところが分かります。そうですね、はい、エボ出している会社ですからね。そうなんです、エボテン、はい、さっきステップ出てきたじゃないですか、はい、これとかにもついてたりするんですか。開けてみてください。え、嘘、なんかちょっとき、はい、ニヤニヤしちゃう。じゃあ開けますよ。え、待って、待って、すごいすごいすごい。さっきちょっとワンテンポあったじゃないですか。え、これブンって出ましたよ。こちらのね、メーカーの純正の。え、これ三菱さん、はい、出しちゃったんですか。そうです。え、すごい、最近の車事情知らなくて。はい、え、こんな今便利なんですか。便利なんです。すごい。モテポイントしかないですよね。モテポイントしか、はい、しかもだって広くなっちゃって、これこっちの人もこっちの人もしかも2人同時にとか乗れちゃうじゃないですか、はい、そうです、そうです。へー、だから本当に考えられてますよね、いろいろなユーザー層を考えられて作ってるなっていう。なのでもちろん閉めたらこの後ちゃんと閉まります。スピード感が違いましたね。ゆったりじゃなかったスッって閉まりましたね。そうなんです、そうなんです、ね、本当にまあやっぱり時代の変化がすごいなというところ、内装の雰囲気がまたねガラッと変わって、これでもすごいですね、高級感があって、全然このシートの感じとか全然違いますね。デザインがしっかり凝ってあって、はい、そのウッド調なこれおしゃれですよね。インパネの感じがちょっと高級感が漂ってます。下手にテカテカしてないマット系の多分素材なんですよね。おしゃれ、まあ、ステアリングに関してもだいぶちょっとマップが出るんです。変わりました。軽い、はい、軽い。クルーズコントロールはもちろんね、あの追従のクルーズコントロールにもなりましたし、マットはね、うん、もちろんいろんなボタンも連動してついてますし、まあ、パネルも見やすいですよね、はっきりしてて、はい、うん、あとはね、大きい車なんで、江崎さんバック入れてみてください。バック入れていいんですか、はい、ちょっとブレーキは踏んでくださいね。よいしょ、ちょっとシート上げていいですか。はい、バック入れます。はい、ナビ見てください。バックモニターがついてますね、はい、バックモニターとちゃんと全方位モニターになっているので、そうですね、上からのも、はい、駐車も楽ちんだと、楽ちんですね。やっぱ大きい車ってどうしてもバックしづらかったり、はい、特に女性の人なんか空間難しいっていうの多いと思うんですけど、はい、そうなんですよ、ね、確かに分かりやすい、はあ、すごいいい車なんです、いい車、はい、後ろは後ろでクーラーの調整ができるという優れ、荒井さんがすごいずっと後ろで楽しそうですよ、はいなるほど。いいのありました、後ろは。いや、後ろここでエアコンが調整できるんですよ。しかもあれなんですね、液晶が。そうなんです。なんならあのマップが出てます、そこのマップが。あ、同じの、はい、ミラーリングされてるんですね。いやいやいや、快適ですね、これ。今までで一番嬉しそうですよね。はい、お願いします。行ってきます。おおお、あ、でも意外と切れ角がある。ちょっとドタバタの今わたわたしてたんだけど、私大きい車の行動で乗るの初めてなんですよ。ああ、なるほどね。いやでも広いな、やっぱ乗り心地めちゃくちゃくないですか。うん、だってやっぱ広さ一番乗るのに大事じゃないですか。後ろ乗った時に見渡せるね、やっぱりこっちの方が視界が広い。そう、視界が本当に広くて、やっぱそれがね、あの横に乗ってる人もこう安心というか、乗り物より多分しづらいと思うんですよね。スクールエリアです。
バイクのもってすごい乗りなのかなと思ったらめちゃくちゃ見晴らしいから運転しやすいんですね。めちゃくちゃ運転しやすいですよ。あとね、どうしてもこの手の車って重いんでパワーなくてってね思われがちなんですけど、この車はでもディーゼルなんで、うんうん、そうですよね、ディーゼルですもんね。はい、なんかこれさらにあの、まあ、サブコン、ブリッツァのパワーコンかな、スローコンかなが付いてて、はいはい、まあ、それでちょっとパワーも上がってるんですよね。これって買えるんですか、お店で。買えます、買えます。買えるし、あの、まあ、配線の取り付けが必要なので、まあ、それももちろんやらせていただいてっていう。はいはい、すごい、スピードも出るし。だから旧型もあのガソリン車に関してはかなりお買い得で買える1台にはなっていて。ガソリン車の方が安いですよね。全然安いです。値段的にも。はい、まあ、でも正直トルクもかなり 2.4 であるので、正直日常使いで全然こうパワーないなって感じる瞬間は正直ないですし、まあ、燃費に関してはガソリン車で重いんでリッター9前後ぐらい、はい、エアコンつけてっていう感じですけど、まあ、でもね、同格のアルファードとかあの辺のね、あのガソリン車と比べれば燃費もそこまで遜色ないかなっていう印象ですね。いやいいな、車格も言って思ってるほど横幅が広くないから多分普通に運転できると思う。横幅が1795なので思ったよりもスリムなんですよ。もっとなんか左折しづらいのかなと思ったら、ちょっとね、あの狭めの駐車場とかも意外とこうスイスイ、あと切り角も多いんで。そう、切り角さっきあるなと思いました、はい、2車線はみ出ず、1車線も収まりました。びっくりしました。井上さん、ちなみに2列目の乗り心地ってどうなんですか？めちゃくちゃいい。あ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。うん、全然視野がね、広いから酔わない。やばい、激しい運転だ。運転が激しくないですよ。これは全然。やばい、これ寝れる。本当に、後ろが。はい、ありがとうございます。はい、というわけでデリカの試乗にも行ってきました、はい、江崎さんどうですか、こういう大きい車。大きい車街乗りするの本当に初めてで、ちょっと絶対運転しづらいだろうって、横幅とか、まあ、縦もありますししづらいかなと思ってたんですけど、多分自分の車より運転しやすいかもしれないです。これはそりゃあね、ベタベタの WRX と比べてはいけませんよ。本当にあの運転席からのもう見え方が全然違くて、うん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 、多分歩行者横にいるの結構見づらかったりするんで、自分の車こうやって乗り出さないと見えないんですけど、これ本当に、まあ、まあ高いからね、目線がね、目線が高いからすごい周りを見渡せるっていう、うん、いし、なんかこれ多分こういう車の方が多分運転しやすいんだろうなって思いました。デートにももちろん行けるし、はい、だってキャンプとかも行けるし、はいはい、それこそだってショッピング行ったら荷物積めるし、多分これニトリとか行っても家具積めますよ。まあね、確かにね、ニトリ行ってもね、なんか2段ベッドぐらいのね、行けますよね。行けるかもしれない。実用的なの、はいはい、意味も含めて全然120私は出しちゃいます。お、はい、ありがとうございます。これでデート行きたい。はい、デートに連れてっていただけるですね、皆さんですね、あの YouTube のコメント欄に書いてくれれば江崎さんがきっと見てくれると思います。はい、まあでも実際どうでした、今日一日あのいろいろな車に乗って店舗の中も見て、まあ本当に一般の車からチューニングの車で、まあラリー走ってる競技者も含めて、まあ一通り乗ってもらったと思うんですけど、どうでした？そうなんです、それこそ私アヘイトさんってヒロキさんがやっぱ、はい、いろいろ言ってるじゃないですか、いつも SNS とかでも、はい、なんでその競技とかの専用のなんかショップ、そういうゴテゴテなスポーツカーよりのチューニングショップだったりグッズとか売ってるのかなと思ったら、そんなこともなくて、はい、全然純正の一般の車からスポーツカーから、そうラリーカーまで売ってて、で中も本当にいろんなグッズ売ってて、これ一回みんなに来てもらいたいなと思ってて、まあ、私は行きたくてこう来ちゃったんですけど、今日に関しては時間を作って、はいはいはい、わざわざ来てもらってね、服まで、そうなんですよ、来てもらっちゃって、来たくて来てるんで。あ、なるほど、すみません。で、私自分の車しか乗った、普段ねやっぱ乗らないんで、それ以外のこう車も公道で乗って、これ乗ってで試乗もできるじゃないですか、はい、させてもらえるってことで、これ乗ったら欲しくなっちゃうんで、ぜひ皆さん来てもらいたいです。
楽しかったです。あ、ありがとうございます。はい、本当に普段やっぱ乗る機会もないので、はい、こういうのないとあれなんで、しかもお二人詳しいんで、はい、分かんなかったら違うと何でも聞けて頼もしいですね、ここは。まあ会社は山中さんでね、国産車は僕今、まあ、会社が超強いわけではないんですけれども、はい、でもその普段乗らないその BM とか、はい、ワーゲンとかも置いてあって、はい、私としては本当に、まあ、苦手意識っていうのがやっぱりちょっとあったんですけど、これは結構やっぱ BM もどんどんこう乗っていきたいなって思いましたもん。はい、ありがとうございますね、はい、広瀬さん、もうこんなに嬉しいお言葉ないですね。そうですね、はい、いや、またぜひいつでも遊びに来てください。はい、はい、本当にいつでもって言うと、はい、本当に私行っちゃうんで。ああ、わかりました。はい、全然山中さんが対応してきます、はい、またあいつ来たよって言わないでくださいいつでも飛び入れで YouTube 撮りに来ます。はい、わかりました。はい、というわけでね、たくさんね、江崎さんにお車に乗っていただいて、ありがたい限りです。はい、はい、アヘッドを楽しんでいただいたと、はい、いうことで今回の動画は終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。そしてご来店、お待ちしておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では非公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。